シャックです。マッツンです。今日のテーマは、ホーネッツは誰にマックス契約すべきか。聞いたー。マウスピースを投げる。やっとマスク取れてめちゃめちゃ快適、プロトコル明けやからな俺ら。いやーね、ようやくプロトコル明けまして明日から対面収録再開します。イエーイ。今日といえばやっぱね、昨日負けてしまったホーネッツ。散っていったよ。思ったよりも散っていった。せやな。そんなホーネッツに早速ね、いろんな話が出始めてるので、今日はそれについて話していこうと思います。ぜひ今日も最後まで皆さんお楽しみいただいて、高評価ボタンポチッと押していただいて、またの方は忘れずチャンネル登録いただけると僕らのモチベーションにもなるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。ホーネッツは昨日のプレインにホークスに敗れてしまって、これでね、2年連続プレイン敗退になってしまいました。まあいい経験にはなってますよ。せやねんけど、2年連続プレインでね、ちょっとこう地団打を踏んでもちょっとな、あかんね。まだただ今シーズンはもうイーストのレベルが上がりすぎてて、いや強すぎ強すぎ。実はホーネッツの今シーズンの勝率だけ見ると、昨シーズンの実は第7シードのボストンよりも上やからね。あ、そうなんだ。そんなにレベル上がってんねや。そうっていうぐらい、やっぱねイーストのレベルがめちゃめちゃ上がってるっていうのが前提としてある。素晴らしい。しかもホーネッツも地味にね、毎年10勝ずつ勝ち星を積んできてるんすごい。10勝ずつってすごいね。なので明らかに前に向いてるフランチャイズあんねんけれども、そんな中早速話題になってるのがマイルズ・ブリッジスの契約更新。どうなんの、投げたから下がんの。いやいや、さすがにあれはちょっとね、当たった方に謝罪したいみたいな話言ってたけど、女の人あれかわいそうやん、何もやってんのにな確かにもうほんまに嫌やで、この時期やし。ただめちゃめちゃファンやったら逆に嬉しいかもしれない。いやでもホームじゃないからせやねんせやねん、そこやねんな。NBA。 そんなブリッジスは昨日シーズンが終わったんで、昨日で故障された契約が終了して FA になります。更新するんちゃう。でもホーネッツはもともとさ、ブリッジスに4年60ミリオンの契約をオファーしててんけれども、それをブリッジスは承諾しませんでした。もうちょい待ってくれって感じやもんね。そして気になるブリッジスやねんけど、なんと今マックス契約を求めてるって話が言われてます。出た、マックス欲しいじゃんになってるやん。その金額はなんと5年173ミリオンちょっと高いってここね、ほぼ 80% ぐらいの方が多分ちょっと高いって思うかもしれんねんけど、 いい選手やけど高いって。とはいえね、ブリッジスの FA とはいえ制限付きなんで、引き続きホーネッツが有利な立場ではあんねんけど、おいいぞ、他チームがこの173を提示してそこにホーネッツがマッチしなかった場合、ブリッジスは移籍になってしまいます。あ、じゃあちょっとマッターができんねんな。せやねん。そんなブリッジスは今シーズン1試合 20.2 ポイント、7リバウンド、フィールドゴール 49.1%。 素晴らしいね。スタッツだけはほんまに素晴らしくて、実際 MIP ノミネートされる可能性もあるほど大きく躍進した選手。しかも年齢もまだ24歳や。わっけ、あのチームわっけえな。大体さ、全盛期って28歳ぐらいからって考えると、まだまだまだそこまでも時間いける。なので伸びしろしかない選手であることは間違いないねんけれども、ホーネッツがどれぐらいの金額を改めて出すのかっていうのは今分かりません。実際ホーネッツは来シーズンのサラリーってチーム全体で、ただ今108ミリオンなんで、実際マックスは出せるんよね。節約してんねんな、あのチーム。そうやねん。ただこの後ラメロとのマックス契約も多分そこは確実やと思うんで、そこはしよう。そうやねん。そうなった時に他チームがどんぐらいオファーしてくるかにもよるけれども、そのオファーとホーネッツがマッチするかっていうのは正直ちょっと分からへん。難しいな、そこは。めちゃめちゃむずいのね。個人的にはホークスのジョン・コリンズが結んだ、まあ、5年125ぐらいが妥当やと。これでも相当ええよな。なんで年間それで言うと25ミリオンぐらい。いや、ええがな、めちゃくちゃ。もともとが4年60ミリオンってこと考えると、年間で鳴らすと、まあ、そんでも10ミリオンぐらい多くなるから、ワン上場企業やろ。せやな、全然ええやん。ワンチャン2社ぐらいいけるかもしれないええやんけもうって思うけどねそうっていう形でちょっとこの辺がどうなってくるか、この辺のさ、マックス契約誰がなるべきっていうのはちょっと前回ね、別動画で深掘ってるんで、それもまだの方見てください。見てください。そしてね、やっぱホーネッツといえば昨日のプレイ見ても明らかやったけど、やっぱりディフェンス面で
ショットオフにね、より改善していきたい。シュート入らんときやっぱディフェンス無理やときついね。そうやね、昨日もそのマンマークディフェンスっていうよりはディフェンスの完全スイッチミスでドフリーなシュート決められなかったりとかもっとテキパキやりなさい。あとディフェンスで言うとやっぱリバウンド面、この辺を強化しないとやっぱ今以上に上がっていくのは難しそうな気がする。攻撃は十分やもんね。で特にやっぱ昨日みたいにやっぱ外から入らんかったらなおさらそのディフェンスの部分が浮き彫りになってくるから、入らんと速攻いかれやすいからな、打つから。そうやね。なんである意味あの僕らもね、前回語ったシカゴブルーズみたいな感じに似てるよね。ああ上位互換じゃなくて下位互換版みたいなね。そう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 、全然スタイルとしては違うねんけれども、しかも昨日みたいなプレーインとかプレーオフポストシーズンやと基本的にもうシュートは入らんもんやって考えた方がいいっていう説もあるから。ディフェンスがビチビチやもんね。そうそうそう、全然ちゃうからな。昨日とかもうカペラとかガリナリとかでもインサーにやられまくってたしなのでね、この辺をこれからどう補強していくのかっていうのはめちゃめちゃ注目です。実際に今シーズンで契約終了するのがハレルとコディ・マーティンの2人やねんけど、いときたいんじゃん。この2人は絶対にやっぱ残しておきたい。特にハレルなんかは昨日もねディフェンスでエネルギーを与えたりとか、ゴール下でのねもう4人ぐらい囲まれてんのにフィニッシュ持っていくの決定力、ちいちゃいシャックやからもう。そうやね、ほんまにミニシャックみたいな。ハレルはやっぱ絶対的に必要。そしてコディ・マーティンに関しても本当にディフェンスはもちろんやっぱスリー、そして昨日とかドライブもすごい良かった。結構うまいから全部彼は。ほんまにあのマーティン兄弟ってめちゃめちゃ優秀やね。今年2人とも飛躍したね。いやーほんまそやな、ね、コディはね兄貴の方になるけど弟のケイレブもめちゃめちゃ飛躍した。頑張ってますよ。この2人はなんとかねちょっと契約まとめて置いておきたい。そして気になるのがやっぱ来シーズン末で FA になる選手、ちょっと中心選手言うていくと、まずメイソン・プラムリー、そして PJ ワシントン、ケリー・ウレジュニア、結構いるね。しかも主力の3人が来シーズンで FA になんねんけど、この3人はもしかしたら誰かしら動く可能性っていうのはこれ十分ある。ただ個人的な考え言うとやっぱプラムリーはねちょっと置いておきたい。まあ貴重ですよ。ほんまにディフェンスも頑張ってくれるし、まあ、オフェンスでもさ当然スクリーナーとしての役割はもちろんパスまでさばけるんで、おしゃれなパスも狙うからね。そうやね、結構有能。そしてねこれからのフリースロー、右じゃなくて左で打つフリースローもちょっと改善してきてくれそうな感じもするから。逆で打つの彼って。そうやね、変な、もともと右で打ってたけど入らんから左で打った。ああ入んのそれ。うん、ほらそっちの確率ええ。ああ面白いね。そうそうそう、若干まだフォームはぎこちないねんけど、まあまあ、こうなっちゃうよな、こうそうそうそう、 なのでこの3人で言うとウーブレーはもしかしたらねサラリー的にも出されて誰かしらインサイドの補強とかに動いてくる可能性はこれ十分ある。ウーブレーって出しやすいよね。せやな、この辺をねその GM がオフにどう考えるかっていう話やねんけど、そもそもホーネッツはローテーションが入ってなかったその若手がねどんだけ伸びてくるかっていうので、この辺のね補強の判断も変わってきそう。フックナイトとかいいんやろ。フックナイトもちろんやけども、特にね俺が来シーズン来るなと思ってるのはカイ・ジョーンズ。あ来た、今年の来るな当ててるから来季もこれ当たるかもしれない、ね、そうやで、俺 2A 結構当ててますから、ね、何回も言うけど皆さんあの回見てくださいね割と再生回ってんけど神回当たってるよな今見たらそう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 、このカイ・ジョーンズなんか今回ねホーネッツの下部組織の G リーグで1試合 18.3 ポイント11リバウンド2ブロック、もうでかいし走れるし、しかもボールハンドリングもいいんで100点満点やん。それだけ聞いたら、しかもペイントエリア内での決定力がこれもう段違い、めっちゃ強いやん。ほな今の NBA 選手でいうとなんかリション・ホームズをよりアスレチックにしたみたいな選手。すげえやん、ネオホームズやな。ボールハンドリングそこついてくるとちょっとバムアデバヨ的な要素も入ってくるかもしれんぐらい選手。めっちゃ強く聞こえんでそれ。あとはフィジカルさえつけてこれば来シーズンね一気にね上がってくると思う。あとはじゃあほんまでかくなるだけやな。なぜかね体じゃなくて髪型がなんかすごい青い感じはちょっとすげえ違和感でしかなかった髪の毛遊び出したら伸びしろ限界を感じるから、ね、それ言うたったらあかん俺の持論やねこれ。まだしかも21歳とかだわけね。そして2人目 JT 層、この層も楽しみな選手で実は2巡目で高熱に入ってんねんけど、あじゃあ雑草さんや。手足がもうとんでもないほど長くてラプターズ好きそうな感じ。ああほんまにせやな。だからリムラはもちろんフローターとかもできてハッスルもできるんで緩急がうまいねんな。ほんまに彼らがねどれぐらいオフで伸びるかで
この辺のインサイド誰取るかっていうところは結構変わってくると思う。むずいな。まだじゃあはっきり今ペペって決めれへんね。そうやね。だからそこが結構難しいところ。課題としては明確やねんけど、そしてもう一個ホーネッツとして気になるのが、オフにね、もしかしたら GM のミッチ・カプチャックが変わってしまう可能性もあるっていうこと。おお、 GM チェンジ。実はカプチャックってもともとレイカーズの GM を長くやってた人で。あ、もともとそうなんや。2000年から2017年まで GM やってた人。長いな。でその後ホーネッツで今 GM やってんねんけれども、この人が退くかもしれんって話がちょうど言われてるんで、あら、まあ、この辺の次に誰 GM なるかにもよるけれども、そこも含めてね、ホーネッツどう変わってくるかっていうのはめちゃめちゃ楽しみです。 MJ 頑張れ。そしてここからは別の話題、明日のプレーイン、そしてプレーオフの怪我人の最新情報についてお届けしていきます。まずジャレット・アレンやねんけれども、明日のプレーインでの出場可能性は今 50-50 っていう話が言われてます。おー、 50% まで来た。そう、 50% まで上がってきた。ほなもう出ろ。本人としてはめちゃめちゃ出たいって話だけど、まだ指はめっちゃ痛いらしいな。じゃあ無理やん無理やそれ。いやーけど分からんよ、気持ちで出ていくから。あ、無理して、うん、っていう可能性は今ある。そしてボストンのロバート・ウィリアム3世も1回戦の終わりぐらいまでにはもしかしたら復帰できるかもしれんっていう話が入ってました。いいね、いいね。そしてそのボストンの対戦相手になるブルックリン・ネッツのベン・シモンズもなんと1回戦ゲーム4からゲーム6の間ぐらいで帰ってこれる可能性があるって言われます。まだ匂わす。あいつはまだ匂わすけど徐々にね、具体的になってきたから数字出てきた。そう、数字出てきたから。ただ第6戦ってもう6戦で最悪終わってまう可能性もある。ボコってるかボコられてるかありえるから、ね、そう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 。そしてもう一人ステフィン・カリーはなんとゲーム1から出場できる可能性が濃厚みたいです。さすがやっぱな、ちゃうねんあいつは出てくんねん。いやーほんまに楽しみやな。スティーバーカーヘッドコーチもカリーのねゲーム1からの出場は結構楽観的やって話して。おー、いいね。ただやっぱりその怪我明けっていうところもあって、一部ねそのプレータイムは制限する方向みたいです。最初でガッて突き放しても下げちゃうとかね。せやな。だからその辺がどうなってくるかっていうのはめちゃめちゃ楽しみです。そして明日はね、生き残りをかけた最後のプレインがありますよね。ガチガチで来るで。明日8時半からホークスとキャバリアーズ、そして11時からはクリッパーズとペリカンズ。うわ、暑いねこれ。どっちも、これどっちも暑いな。これは分からへんわ、一番分からへん。これ予想めちゃめちゃ難しい。むずい。俺が予想するとしたら、イーストに関してはホークスが上がってきて、ウエストに関してはペリカンズ。ちょっと見てみたいです。俺もそれやわ、一緒同じの来たわ。この辺のね、皆さんの予想もぜひコメント欄で聞かせてください。以上、ホーネッツは誰にマックス契約を出すべきかについて話してきました。あなたはブリッジスのマックス契約についてどう思いますか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たち明日以降も皆さんに楽しんでいただけるような動画どんどん出していくんで、この動画見ていただいている約 40% の方はチャンネル登録されてない方だと思うので、この動画見終わったらすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他メンバーシップでは月1本マニアックな動画出してるんで、気になる方はすごいね NBA ファンならワクワクできるようなコンテンツだと思うんで、チェックしてみていただけると嬉しいです。 NBA オタクになりませんか？なりましょう。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。久々のオフィス。レイカーズ寂しいわ。